それで戻ってきていろいろなことがあって、じゃあこれをどうやって日本に適応してやっていくことができるんだろうと逡巡はしたんだけど、やっぱ跳ね返されてきたね。何もできなかったなって、僕はあの大したことはできなかったなっていうふうに思ってます。だからそれも、なんだろう、認めるにやぶさかではないというか、だから上杉さんも頑張ってる。それからね、あの警察ってことに関しては寺田さんがすっごい頑張り続けてきてるわけで、それはもうかねてより敬服してるし、あの僕は跳ね返され続けてきたっていう思いがあります。の割にはお前なんで詳しいのとか、なんでそういうこと分析してるのって言ったら、やっぱり他国で道路橋を、そうそう、道路橋を見てきて、でこれはものすごく日本にも役立つ分析ができるというのは、あの6年ぐらいもかけてあんなところに行ってましたから、だからそれは自分の中の一つの財産というか、ものを見るときの尺度になったりとかね、してるっていうことは言えるかな。ちょっと話がずれちゃってる、僕の話はちょっと置いといて、また元へ戻しましょう。いや、岩上さんはね、だからここのとこもだって全然何の得にもならないのに、ずっともうやこの記者クラブ問題やってるからね、そのちょっとあのあれは何があったのかな、きっかけは何かあったのかなと思ったもんだからあのね、本当にこれずれてっていいの、皆さんずれる話が OK なら俺ずれるけど。いや、だってほらやっぱあの客も岩上さんのこと知りたいんですよ。あのさ、じゃあちょっとだけずれます、ごめんなさいね、本当に長くなっちゃって OK ですよとか来てるOK ですよとか来てるし、すごい、あのね、この間ね、上杉さんと対談したんだけど、はいはいはい、あの彼がこう単行本として対談して、ね、彼がメインで、はいはい、ゲストでお呼ばれしたんですが、はいはい、上杉隆という男はですね、遠慮も何もないわけで、ズバリと岩上さんという人はって言って、はいはい、であの置かれて、それに行ってね、本書いて賞を取って、自分たち後輩から見るとあの憧れの先輩だったと、うん、とかや憧れてっかやとか思いながらところがなんかある時からあまり書かなくなって、はいはいはい、それであのテレビ出るようになってるんだって言われたわけで、あの実は書いてるんだけど、月刊誌であの書いてるものっていうのが本本当に世の中に影響も与えず、本当に世の中で見られなくなっちゃったんだよね、はいはいはい、僕このように月刊誌で年間で何本も の僕はあの連載も持ってたんだけど、はいはい、読まれてないわけです。僕この10年間何をしてたかっていうと、ずっと少子高齢化と経済 この復興の問題をあのずっとやり続けてきた、ね、ところがみんな誰もね関心を持ってくれないで、ちょっと厳しい寂しい時代があった、はいはい、それとは言い訳をするわけで決してないんですけど、あのこれは本当に、ね、偶然のことなんですけど、親がね、最晩年迎えてて、で自分の母親が亡くなったのが13年前で、この間13回忌あって、で父親が2年前亡くなってるんですが、すごく年を取った親だったんですよ。で両方とも病身 でずっと介護負担というのがね、結構こう大変だったんです、うん、特にここ数年はうちの親父がね、認知症も悪さだって全く言うこと聞いてくれないから、だから介護の負担というものは人生でいつかね、みんな誰でもこういつかいつの日か来るんですけど、それを見取っていくっていうのはこんなに大変かと、もう要するにあの手足を縛られてる状況で、かつてのようにですね、自由に走り回ってやりたいことをやれるっていう環境ちょっとなくなっちゃってたの、はいはい、あともう一つこの際だから言っちゃうけれども、実はその80年代のボーンと僕は勇ましくね、ソ連に飛び出していった時、日本はバブルだったわけです、はい、で僕は留守にしている間、うちの親はですね、まあ、騙されたんだろうね、あのバブルでね投資しちゃったんですよ。で億を超えるですね、あの借金を作ったんですよ。で僕は帰って、玉坂が帰ってきて、ひいひい警告かけてる時、ちょっとっつって言われて保証人になってくれた。でまあ今から考えると本当に軽率だけど、あのもう年を取った親がね、あのすごいあのお前たちのことも思ってとかいろいろ言ってるうちに、まあ、おふくろの言われるとちょっとと思って甘かったんだけど、僕はサインしてしまったんです、20代の前に。それからのですね、実は20年間あ以上ですね、僕はその借金をですね背負い切ってきた。背負い切って払っちゃったんですか、それを片付けたの、この間で、大分のボロボロのマンションを買わされて、はいはい、でそれが当然、ね、その価値っていうのはね、あのバブルが崩壊してたんで10分の1以下ですよ。1000万切っちゃうわけですよ。で人が入ってるうちならいいけれども、人が入っていてなんとかトントンで返す、これが悪名高き RCC に売られるわけ、何しろ10銭だから、はいはいはい、10銭ですよ、 RCC ですよ。それで
当時はその 6% 7% の高利なわけだから、元本が1億数千万円というだけじゃなくて、実はね 6% 7% で回されると3億ぐらいいくんだよ、はいはいはい、それを60年ローンで組まれてるわけ。でこれをどうにか変えられないかとかなんとかってやったんだけど、一切応じないわけで、交渉にも応じないで、親が年老いた親が住んでる実家の家が担保に入って、そんなお金を貸し込んでるから、親の行き場をなくすっていうことになるわけで、脅されるわけ。毎月今月でも1回でも支払いの遅れがあったら、ねね、もう終わりだと。だから大変な苦闘をですねするんですよ、2000年代に入って私。そうだった、うん、で親はもう認知症になってるから、ここをね立ち退かないといけなくなるかもしれない、財産を処分しなんとかしなくちゃいけないって言ってももう全然わかんない、だからもう嫌だっていう。そうなったらもうしょうがない、だから僕はもう借金しながらでもそこをなんとか払い続けて持ちこたえ続けて、そこはだから地方がどんどん人口減少、これはまさに自分のやってる仕事とまさに重なるんですよ。人が入らなくなる、ゴースト化する、ついに、ね、老朽化して誰も入らなくなっちゃった。だから丸まんまその返済が膨らんでいくんです。僕は多重債務状態になりました。僕はもう債権どころを超えている状態にずっとなってた。でそういう状態で当然弁護士に話すと、弁護士は何の話からをこんなしてたと思うだろうこれ見てるやつびっくりするだろうと思うけどな。え、だから横目がそんなのなんか書いてた？全然書かないよ。いや今初めて聞いたよね。実はもちろん人に全く相談しなかった。だからこれはみんなで自己破産するしかない、あんたは何もするよね。でも自己破産したら僕らは社会的な信用を持って生きているわけですから、で僕のせいではないと言ってそれで通る話でもないんでね。だから弁護士がどう言うと何で言うと、僕は追い続けたんですよ、うん、で、結局、まあ、父親を最後まで見取ることもできて、でその後、まあ権利関係複雑だったのも全部自分で一個一個権利まとめていったわけで、地上げ屋みたいなもんだよ。で僕がやると地上げって言わないんだけどね、僕は全部債権も全部引っ張って、僕が債務者だから債権債務全部僕が負いましたから、それで一つ一つ整理をして、でそんな時にフルタイムで仕事だけに没頭してっていう人生を送れるから、そんなことできやしないんです、はいはいはい、そうすると連載をしててもその連載なんて迷惑かけちゃうから、もう引き受けることもできなくなるわけだからね、ちょっと僕はね社会から実はリタイアしてたんですよ。なんかね山中にね僕は一人だけ遭難してるような感じで、ところが木曜日だけポツッと世の中に顔を出して、でまた引っ込んでいく、で自分のこの実人生の泥沼の解決に取り組むというですね、ことを実は数年してた。これ知らなかったね。分からないよ、それはもちろん分からない。これも解決のなんかスパッとね戦ってどうにかできるようなものなんて何にもないから、ということが実はあって、でそれがやっと終わりました。でまあ親父を見取ることができて、でその後、どうにかですね、まあ、土地とかのその借金とかも片付けることができて、で僕がもう抱え込んでる分だけではなく、親がもうドーンと残したそれも全部整理することができた。でなんと何にも残らない状態ですよ。そのすごい遺産がドーンなんてあるわけじゃないんだけど、僕は本当初めて手足をこうがらんじがらめに何ていうかな、縛られてる状態から解放されたのね。そうで、僕は子供2人いて、で結婚して離婚して2人娘がいるんだけど、娘も育て上げて、で両方とももう独立したんですよ。で今年上の子は嫁に行くんです。大学を卒業させることもできたし、就職させることもできたし、嫁に行かせることもできたっていう、すごいこういろんなものが楽になったんですね、嬉しい方が、ね、うん、でそんな時にああやっとだと思って、でもふっともうでも周りは大不況 で出版館もものすごい変質してしまって、ちょっと僕がお留守にしているような間に編集者もみんな様子が変わっちゃってる、でいろいろ企画を出してもなんかこうまとまらない、でいくらなんでも僕は遭難してたって世の中つれてなかったわけじゃないから、やっぱネットぐらいなと思うね。でね、ギャグになると思うけど、ギャグだと思うかもしれないけど、僕はもう今ものすごい勢いでツイッターしてたりするのを見てみんなびっくりしてるわけですよ。僕の前を知ってる人は僕はアナログ人間です。